あのリンパ四大巨匠って言いますけれども、あのー、最後の堺井法一と鈴木貴一以外は、えー、誰一人こう面識がないんですよ。えー、四粛というスタイルを取るのが琳派の特徴なんですね。あの言うたら俵屋宗達に憧れて俵屋宗達が亡くなった後緒方光輪が、えー、その俵屋宗達の作風とかをめっちゃかっこいいなと思って勝手に心の中で弟子入りするっていうのが四粛っていうんですけどもそれをして、えー、受け継いだのが第二の巨匠緒方光輪っていうことなんですよ。でえー、方降臨が亡くなって それから堺法律が尾形降臨の作品ええー、なーと思って刺食して、えー、起こしたのが江戸リンパになるっていうことやったんですよ。まあ、堺法律と鈴木輝一は直接の,あの鈴木輝は弟子なのでここは面識あるんですけども基本的にはであの面識内容で受け継がれていくっていうのもリンパの特徴になります。